はい、こんにちは。今日本選手権リレーに向けて横浜に向かっているんですけども、ちょっとね、ちょっとじゃないですね、退屈なので一人で福井から横浜で、車で向かってます。せっかくなので私の自己紹介をさせてください。村田和也です。年齢は31歳です。ちなみに、1児のパパをやってます。2歳の息子がいます。子供と遊んでる時の映像はこちらです。どうぞ。100m の自己ベストが10秒29です。10秒29の、レース動画はこちら。これはいいですよ。あ、久保田いいやん。久保田いいですよ。いいっすね。あ、でもここから村田がね、早いですよ。うわー。で、200m の自己ベストが20秒87です。はい、ではレース映像はこちらです。ちなみにですね、200m のレース動画に平野編集長も一緒に走ってます。皆さん分かりますか？大外かな、大学時代の平野選手と、一緒に走ってました。で、平野選手とは実は、まだ縁があって、ユティックに入る前の平野選手、の所属先の時代に、実業団合宿で一緒に北海道合宿に行って、その後一緒にタイの、遠征に行ったりとか、していました。まさか同じチームになるとは、思っていなかったので、何か不思議な縁を感じます。あともう一つ、私珍しい記録を持っておりまして、1試合7盗塁という記録を持っております。野球です。というのも、私高校3年生まで野球を10年間やってきました。で、高校2年生の秋かなにその記録を作ったんですけども、高2高3と、2年連続で甲子園に出場をしています。実は高校が福井商業高校という、ではすごく名門高校で、やってました。で、高校2年生の時は早稲田実業、ハンカチ王子斎藤佑樹さんと戦いました。で、高校3年生の時は開幕戦でガバイ旋風佐賀北高校、とやりました。で、どちらも優勝したんですけども、甲子園ね。で、2年連続で優勝した高校に負けてしまうという、一つの、ネタみたいな本なんですけども、そういったチームと戦えて、今思うとやっぱりいい経験をしたなと思います。大学3年生から陸上の世界に飛び込んだわけなんですけども、1年生2年生時代は何も運動していません。ここやっぱり名門だったので、すごい練習も厳しくて、上下関係も厳しくて、監督も厳しくてっていうことで、恩を感じて、監督にもね、恩を感じていますし、甲子園に行けてすごく良かったので、実際その高校に入って良かったなって今でも思ってるんですけども、やっぱりきつかったので、練習とかね、ちょっと楽な生活をしたいなって、思ってました。それで2年間ちょっと楽な生活といいますか、アルバイトして授業に出て、遊ぶというような生活を送っていたんですけども、ちょっとなんか物足りないなって思ってました。で、もう一回何かスポーツしたいなっていうところで、皆さんご存知ですかね、陸上の小説「一瞬の風になれ」っていう小説があるんですけども、それをその時に読んで、で、陸上すげえ楽しそうだなと思って、で、
興味もあって足にも自信があったのでチャレンジしてみようかなと思って陸上の世界に入りました。大学は法政大学なんですけども、法政大学の陸上部って名門じゃないですか。金丸さんとか、まあ、同期だと小林雄一くんとかで、その日本代表選手たちがいっぱいいる、ね、部活にど素人の私が入る、めちゃくちゃ勇気がいるじゃないですか。で、僕はその勇気を持てなくてちょっとビビってしまって入らなかったんですけども、で、クラブチームに入りました。その環境もすごい良くていい人たちばかりで、いろいろ丁寧に陸上の走り方っていうのを教えてくれて、向上心もすごい高い人たちばかりですごい刺激を受けて、で、取り組んでました。で、そこで陸上の楽しさを実際に味わって、で、今もうずっと続けているわけなんですけども、っていうのが大学生までの私の経歴です。ユティックチャンネルやで。ちなみに大学3年生4年生2年間陸上をして 100m の、ベストが10秒7ちょっとです。10秒7ぐらいではやっぱり実業団としての環境はなかったので、福井に帰って、就職をしました。で、今のユティックではなくて、違う会社に就職をして営業マンをやってました。で、営業マンだったので、まあ、残業もやっぱりあって、夜8時ぐらいまでを働いて、まあ、そこから練習をしてっていう生活だったんですけども、もうちょっと陸上にかけたいっていうか、自分の可能性を信じたいっていうか、かけたいっていう思いがあって、そのいう思いを抱いている時に今ユティックと陸上部と出会って、で、自分から、アプローチをして入らせてもらったわけです。まあ、自分の可能性っていうのを信じて入れさせてくれたと思うんですけども、今でもすごい感謝してます。会社にはありがとうございます。その後は、まあ、一生懸命陸上に取り組んで、まあ、10秒29まではいけたんですけども、まあ、でも日本代表とかそういったクラスに、にはなれずに、まあ、ただリレーでは全日本実業団で優勝して日本一という、ことで称号を取ることができましたし、まあ、地元国体福井国体でもリレーで出場できましたし、自分なりにはまあ、やりきったっていうか、うん、まあ、頑張れるだけは頑張れたかなと思ってます。で、今はの若い選手、ユティックの若い選手すごくいい子たちばかりですし、で、実力もあって面白い選手ばかりなので、まあ、彼ら彼女たちをしっかり支えてあげたいなと、今まで支えてきてもらった分支えてあげたいなと思ってます。で、このユティックチャンネルを通して、まあ、皆さんに選手の面白さとか陸上の楽しさとかユティックのなんか雰囲気の良さとかそういうのも感じてもらえたらなと思ってます。また今後も、ユティックチャンネルを見ていただけるとすごい嬉しいです。チャンネル登録もぜひお願いします。あのデータ調べられるんですけど、チャンネル登録をされてない方が結構見てくださってて、そのままチャンネル登録してくださると嬉しいなといつも思ってます。よろしくお願いします。皆さんで、もしあの私に何か質問があったり聞きたいことがあればぜひコメントしてください。答えられる範囲で答えていきたいと思います。それでは皆さん、いつもありがとうございます。それでは。